ヒロシです。お料理が上手なスナコちゃんはもうそれだけで十分女の子してると思います。きっといいお母さんになることでしょう。お母さん！まあそんな気がしないでもないような気がしないでもないかもしれないな。ちょっと待ってよ。目指しているのはお母さんじゃなくてレディーだぞ。お母さんへの道。おんぎゃー、踏まえないでよ。君を思う夜は甘く香る風の中の身、慰めるような優しさが僕を通り過ぎるよ。痛いほど知ってるよ。会話が途切れてしまったら悲しいって。今の僕は孤独という親友だから、はぐれてしまったければ OK よね。でもその調査員が、あ、待って、私に心当たりがあるの。イッホー最高だね。うん、季節外れのバカンスもいいものだな。おばちゃんも粋でナイスなプレゼントをしてくれたもんだね。本当だよな。ええ、あなた方には素敵でナイスな企画でしょうと思う。無人島を買ったからみんなで遊びにいらっしゃいか。無人島なんて別に面白かねえだろ。そうかな。どうした竹永。いや、この島の名前、名前ネプチューンアイランド。何かの文献で読んだけど、この島は海賊キャプテンウィングが最後の眠りについた場所だっていう伝説がある。海賊、ロマンだね。海賊に囚われた美しき王女を助けるため、俺は一人荒波へと漕ぎ出し冒険の旅へ。迫り来るビッグウェーブ、襲いかかるダイオウイカ、待ってくださいお姫様。なあなあ、海賊の島ってことはもしかしてザックザックお宝が埋まってたりするわけか。ザックザック、さあね、埋まってたとしても宝だけじゃないと思うぞ。例えば海賊の武器だの、ドクロだの。ドクロ、ザック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 、ドクロだ。怖いのはやだな。何言ってんだよ。もしお宝発見したらもう家賃のことで悩まなくて済むじゃねえか。ま、宝はともかく乗って損する話でもなさそうだし、行くか。行こう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 。よっしゃ、決まりだ。だからスナコ、南の島行くぞ。あ、南のお土産をよろしくお願いします。多くは望みません。ドクロの一つや二つか三つか四つ、24つ、20つ。でもってこれですかね。恭平、この荷物お前の。本気で宝探しを。足りめえよ、金銀パール何でも来い。俺は恐竜の化石でも見つけられたら嬉しいけどな。化石、またジジ臭い趣味だな。無人島といえば漂流した美女だろ。なんか珍しい動物がいいな。幻の珍獣とか。食える珍獣ならいいけどね。うわー、島が見えてきたよ。あれか。うひゃー、海賊船。なんで。マサ、私は運転手です。あちらは中原様が宿泊用に作られた水上ホテルでございます。滞在中に必要なものは揃えておりますので、こちらにお移りください。
わあ、おばちゃん用意。ちょっと怪しくないか。え、どこが。ではあとは何卒よろしくお願いします。私は運転手。行っちゃったし。やっぱ変じゃないか、よろしくお願いしますって。の？まあいいじゃん、細かいことは。まずは今夜の飯の調達だ。中原砂子、お前も来い。冗談は吉宗様。アクション、レディへの道。日焼け対策、常に色白でいたいとき。バツ。日焼け止めは一度にたくさん塗るよりこまめに塗り直すのが効果的。同時にビタミン C をたっぷり取るとシミもできにくいんだ。ま、塗り忘れたら悲劇が待ってるけどな。そんな、そんな。ダメだよ砂子ちゃん、せっかくのバカンスなんだから楽しまなくっちゃね、砂子ちゃん。せっかくなんだからさ。ねえ砂子ちゃんってば。私のことはお構いなく。まぶしいだのなんだの言い訳して、実は水が怖いんじゃねえのか。そんなことは。ああ残念だな、信じられないな。海の中には新鮮な魚がうじゃうじゃいるし、ピチピチのドクロだって。ピチピチのドクロ。うわあ、行くで。誰にも渡さん。おお、スナコちゃんが立った。行くぞ。傭兵、スナコちゃんの扱い上手くなったね。ただ遊びたいだけだよ。わーい、勝負だ。なぜですか。負けんの声か。やれ。こわうにゃい。傭兵様のたちの気配が本土から消えましたわんぬ。これは由々しき一大事ですわんぬ。おそらく南へ下ったと思いますわんぬ。なぜだか知らねえぞ。いよーとろーめー。ゴスゴス、ドルドル。ってなんだかゴスゴス。おだいロリロリ、急ぐんだってばさ。やめなのあとは。ノイチへちょっと行ってくる。こんな手紙残されちゃおんでしょ。普通無賃乗船。うるさい、けたたましい。早く焦げたらこじらさい。南へゴスゴス。はいはい、ロリロリ。遊んだ遊んだ。あれ、恭平と砂子ちゃんは随分仲良さそうだったよね。いや、今あそこに。お宝を独り占めにしようとって、そうはいかねえからな。ほねほね、命の抜け殻、悲しき愛しきカルシウム。てめえらもくつろいでんじゃねえよ。お宝探すだ。しょうがないな、たまには付き合うか。この辺りは。来た、お願い、当てられた。受け止めひゃん。おはよう、スタッフ。今度は森を探すのかな。死んでいたぞ。誰だ。スナコちゃん、待って。あいつ何やらかしやがったんだ。デカ早っ。どこ行きやがった。デカなんで逃げたに。
助かった。ラマル、下見ちゃダメだよって言われたら見ちゃうだろ普通。うっそでさー中原スナコてめえ宝を狙う愚か者どもだ。何？なんと恭平スナコちゃん一体スナコちゃん我らはキャプテンウィング。ドクロの旗を愛するこの女の魂が我を長き眠りから呼び覚ました。今我はここに復活を遂げる。わからん。でも気をつけるんだ。どうやらそこら中にトラップが仕掛けられてるらしいからな。動かさないで。やば。まったく気をつけろって。あ、インテールそばから。ユキランナル。しかし本当に気をつけねばな。トラップ休憩してんのよ。そんなんのことのいたてんな喧嘩いいの。そんなこと言ってるとサメとか来ちゃうじゃない。ほらはいはい。そんなバカなんだな。無茶だな私って竹永くんはいつこ竹永くんの一匹切ったをブッブックブー。怖いよ怖いよ。泣くな。もうすぐ竹永がロープやはしご車を持ってきてくれる。怒鳴らないでよ。これが綺麗な女性だったらそうなんも悪くないのに。俺がついてるよ。ああ頼もしい。さあ。ああ本当に頼もしい。こんな時可愛い動物がそばにいればな。わー和む。とにかくもう少しの辛抱だと思いたい。こんな孤島でたわわな果実が収穫できるとは思わなかったな。え、なに？あー！ニャン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 。なぜかパンダ、生パンダ。もう我慢できない。こんなところにいたなんて。無重させて。ロープもしくははしご車、
ないか。傷薬にお守り、塩も必要か。もうすぐできるから、お席について待ってね。長原スナコ、いるか。うん、来よったな。時は満ちた。今こそ我がウィング号の怒りをあげるのだ。お前らは死ね。ああ、お前マジで取り憑かれて。今こそ船出の時なのだ、モノダマ。お頭様が呼んでる。銀海だ。でもはー、怖い。って、お頭様が。皆の者、よくぞ集まった。俺なる美少年を生贄にして、我らはここに復活するのだ。キャプテンウィング、あれは幽霊と一緒になって何やってんだ。ウィング、中原スナコ、目覚ませ、早く下ろしてやれ。なんと生きのいい生贄よ、我らの復活のため。あれ、スナコちゃん。あれ、ノイッチ、どうしてここに。だって、竹永君ってノイを置いていくなんてひどい。ごめん、ノイッチ、君を危険にさらしたくなかったんだ。んなことやってる場合か。あれ、皆さんどうされました。卑怯だぞ、何もほどけ。ほざけ、すぐに命も失うわ。なんだろうな、海賊だかなんだか知らねえが、人が気失ってる間にこんな格好させやがって、変態か。こうるさい生贄め、そんなに早くサメの餌になりたいか。来ないで、私は竹中くんの。たとえ骸骨が相手だろうと、ノイッチは俺が守る。竹中くん素敵。でも素敵。怖くないぞ、怖くないぞ。伊達に毎日人体模型に囲まれてない。そらそら、後がないぞ。さあ、自ら飛び込むがよい。さもなくば。スナコちゃん、目を覚まして。亡霊なんかに負けるな、スナコちゃん。なおのれ、貴様らが乗り屈するわけにも。よく聞け。この女の方がてめえなんかより何百倍も強えんだ。中原スナコから、とっとと出てけ。
次回ドリームカムストゥルー。体操服を好きですか。ノルマ引っ張らない。